姉貴、何すんだよ。そのうるさい音を止めなさい。我はここで書の道を極めるの。こんな広いとこでわざわざ俺を押しのけて。ここはパワースポットなの。天地の霊気を吸収できるんだから。山は高きを厭わず、水は深きを厭わず、食堂の仇は蒼天に登るよりも。さてはまたどっかの道場に入ったな。それで自慢しに来たんだろう。そんなんじゃないし。我は地元じゃ知らぬ者はいない。才女なんだから。黙れ、棒が来てるよ。僕は欲しくないの。内面からにじみ出る教養があるのに、高いお金を払ってまで。毎度ありがとうございます。そうやって憶測で物を語るのはまだまだ未熟な証拠。少しは先人の教えを受けて成長なさい。はいはい、ごもっとも。ぜひとも姉上の書で勉強させてください。相当な修練を積まないと姉上のような文化人にはなれないだろうな。ならば習いたての、習熟した字を披露しようか。お、はい、これが。ええ、もんね。ほら、できた。どう？なるほどね。これなら隣のポチには勝てるかもね。あなたに見る目がないだけ、この字の奥深さがわからないの。この前読んだ詩ならあなたでもわかる？ああ、あれね。簡単でわかりやすい。ポチでも暗唱できるやつ。我の真の実力を思い知るがいい。どう？マシマシ、ポチの方がよほどマシ。バカ陽気、今日こそはそのふざけた面をボコボコにしてやるんだから。このヘナチョコボケナス野郎めが、そこでじっとしていなさい。このボンクラ、この覚悟しなさい。Thank you.
泣くなって、姉貴。泣いてない、泣くわけないでしょ。あれは才女と評判なんだから、上司にも出世頭だって褒められる。毎日優雅な視野書画に親しんでいるし、毎日楽しく過ごしてる。弟が子供すぎるのが困りものだけど、でも平気、泣くわけないでしょ。誰も姉貴をそんな目で見てないよ。毎日暗闇と戦ってここを守ってるだろ。それはみんな知ってる。みんな姉貴の努力を認めてる。誰もバカになんてしてない。書道はさ、姉貴ずっと頑張ってるし、ちょっと上達はゆっくりだけど、意志あるところに道は開けるって言うだろ。いつかきっと理想の文字が書けるって。そうだろ、ポチだってこんなにうまくは書けないぞ。そうやって意地悪ないいことばっかりする。泣くなよ、泣くなって。言ったでしょ。え、いや、泣いてないって。もういい、我は帰る。あ、そうだ姉貴、俺今晩もダチの家に泊まるから。え？まあいっか、もう問題だけは起こさないでね。問題なんか起こさないさ。